が楽しみ方を徹底指南。やっぱり私幸せになりたい。さあ今週も始まりました、ハチマン TV。 皆さんこんばんは。びっくりした。さあもう幸せになりたいですよね。先週からずっとなんか幸せになりたいなりたいって言ってるけど、はい、どうした。どうやってさ幸せになれるのかなと思って。え、今幸せじゃないの。はい。さあちゃん、それは酷な質問だったみたいで。幸せって何。あ、ちなみにそうそう、うんうん、幸せ、めいちゃんの考える幸せ、どうなれば幸せなわけ。そうですね、うん、例えば、まあ、お金とか、お金とか。わかる。お金やめなさい。テレビでやめなさい。それは、いやいや、それを冗談として、うん、まあでもやっぱりね、そのパチンコパチスローとかで、うん、こうね、すごい出たみたいなのは急激にパチタウン TV よりに寄せてきたよね。無理やりバレた。いや、バレた。結局なんかお金持ちになりたいとかそういうことでしょ。あの、そんなことない、そんなことない。アドバイスしましょう。でもこれはやっぱ、うん、いや、ちょっとどうやってしたら本当幸せになれるんですかね。まあ、ね、一言で言うとね、はい、知らん。知らんかと。正解。働け。ちょっと待って待って。働け。アドバイスでしょ。あの、アルバイト募集してるところとかあれば、ぜひあのめいちゃん、あの、働かせますんで。解決。はい、解決しました。解決したのかな。じゃあ企画いきたいと思います。お願いします。はい、どうぞ。さあ、有効ラッキー筑後店にやってきております、はい、本日も先週に続きゲストはこの方です。どうも、喋りは三流、顔は二流、腕は一流のデリカスです。よろしくお願いします。間が気持ち悪いんだよ。シュッと喋ってくれよ。なんで一個一個に 0.5 秒ずつ分かんない。あるある。もう詰めて、まあ詰めてね、美穂さんより化粧塗ってるよね。まあ、まあ、熱いよね。自分でやってるので。あ、そうだろう。というわけでビジュアル系のデリカスさんと、はい、今日は何をするんでしょうか。はい、今回はメーカー縛り人選です。おこれからですね、この箱の中からメーカーの名前が書いたボールが入ってるんですけど、はい、引いてもらいまして、この書いているメーカーの機種で実践を行いたいと思います。おなるほど。はい、パチンコスロット問わず。スロットですね、今回は。スロットで、はい、分かりました。じゃあ引くのは、じゃあデリカさん。はい、そうですね、じゃあ引いてもらいましょう。格好はいさ…いや、すっかり行けよ。壊さんで。あ、何、ユニバーサル系です。あ、ユニバーサル系、イエイエイ。あってなんだよ、その前の。あって言ったよね。ちょっと自分苦手…あ、苦手だ。大丈夫です。だデリカスさん、あのジャグラーしか打てないんで。そうですね。ですよね、うんうん、そうですね、普段はジャグラーばかり打ってますでしょ、はい、でも大丈夫です、12年連続プラス趣旨の男ですから。じゃあデリカスさんのご指導のもと、私と美穂さんで実践するという形でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。あ、よろしくお願いします。なんで 0.5 秒間が空くんだよ。さあ、というわけで、はい、今回はユニバーサル系の台で遊んでみたいと思います。はい、勝利目指してやるぞ。おお、今回の舞台は有効ラッキー筑後店。パチンコ396台、パチスロ324台を取り揃え、エアカーテンや充電用 USB が設置された快適なホールとなっています。身体入れ替えを行っております。導入機種としてスロットおみどくシリーズをさらに増大。パチンコミドコーモン、スロットは最新台のエヴァンゲリオンも導入いたしております。皆様のご来店ぜひお待ちしております。さあ、改めまして、はい、ユニバーサル系ということですけども。そうですね、台は何があるんでしょう。まあ、おきどきですね。あとはまあ絆、バジルス絆。おお、あとはミリオンゴッド。おお、花火などですね。なるほど、はい、おきどき打ちたいんですけど。おきどき好き。はい、開いてます。大人気です。早いですかね、1台だけ開いてるけど。前日45回もついてるんで、次の日はついてないですけど、まあ、上げてきてることを願って打ってみましょうか。そうですね、はい、いや、まあまあ、もうこの台しか開いてないから。そうです。そうなんですよね、そもそも開いてないから。頑張ります。頑張ってください。ただ、みよさん両サイド当たってるんで。本当だ、いい流れかもしれない。頑張ります。頑張って。じゃあ、ダニートンからバジリスク。そうですね、バジリスク絆いきましょうか。ケンボーさんとデリカスはバジリスクの島へ。飽き台があるか。いや、もう稼働が良くて。飽き台が、まあ、飽き台2台ございますね。はい、まあ、バジリスク絆は、まあ、40台と大量設置なので、まあ、設定もある程度入ってるのかなと期待して打ってみたいと思います。はい、
終わりたて、さっき終わったとこみたいですね。多分連チャンしなかったんで即やめってとこでしょうか。ただ今日まだあんまり回ってないんでこれからですね。最初に動きがあったのはデリカツ。花火柄これもらいましたね。バジリスクチャンス確定。バジリスクチャンス、まあ、小当たりです。確定出ました。これじゃ気持ちいいね。よし頑張ります。バジリスクチャンス確定。攻撃やりました。チャンス。よかろう。いけ。やばい。やばい。あ。頑張ります。はい、この月に注目です。この月が半月だったら、次回モード C 以上バジリスクチャンス当選時に、バジリスクタイムに当選しやすくなります。はい、順調な滑り出しを見せる2人に対して美穂ちゃんはさあデリカツさんから選んでもらった台なんですけれども、まあ、選んでもらったというかここしか空いてなかった台なんですけれども、今のところもうすぐ700回超えそうですということで、もう天井狙いになるかなと思ってるんですけど、まあ、当たらないわけだ。当たってますね。今日はダメですね。ダメですか？ダメですね。という時は負けないサプリを、これを食べたらすぐ当たるんで当たります。何これ大丈夫？なんかアドバイスしてくださいよ。いやもう。もう回すしかないです。当たるまで当たるまでしかないです。ここまで来たら収録時間もそんなに長くないのでとりあえず頑張ります。なんとも適当なデリカツの診断。しかし美穂ちゃんがこの後デリカツの診断を覆すことに。デリカツさんの横に台移動してきましたんでこの台で頑張ります。デリカツさんこの台はそこで測んの。いけます。いける。お薬いただきました。そうです。これ大丈夫な。当たりました。開始から1時間とその時。あーマジで、マジで、あーマジでびっくりした。あやりました。油断しちゃった。すごい。私引いた。行きましたよ。825ゲームでですねレギュラーボーナスがちょっともう揃っちゃったので打ってたんですけど、びっくりベル、ちょうどキーデリー、デリー見て見て、やばいです。90% 以上継続確定の超ドキドキ。すごくないですか？え、すごいすごいですすごいです。もっと、いやすごい、驚いてよ。いや本当すごいですよね。聞いたんですよ。これやっぱり人生2回目、人生2回目。よかった。負けないサプリが効きましたね。あ、そうかもしれない。いやすごいですね。食べて当たりましたもんね。意外と結構、意外と結構効力があるみたいです。もう最近テレビで全然当たらないねとか、すごい勢いだねって言われることがいっぱいあったんですけど。これを機にもうその引き用は卒業したいと思います。いやーイエーイもう無敵ですよ。いやこうなると楽しみですね。いやデリカス先生の言う通りこの台を選んでよかった。おやったね。やったどころじゃないですよ。盛り上がってるね。やり上げました。すごいすごい。まあでもこっからだから、こっからまあそうですね、頑張って。まあすぐ光ってくれた方が安心しますね。おー来たー、6ゲームでーす。ウィーク
っぱ置き時はこうでなくっちゃ。まさかの美穂ちゃん大勝利。デリカツを迎えての人気メーカー実践バトル。デリカツと健坊さんを横目に美穂ちゃんが驚愕の引きを見せる。このまま制限時間まで逃げ切れるか。ねえ、いっぱい出たからバナナスムージー買っていいですか。やっぱりこれですよね。もうすっごい美味しいからバナナスムージー飲みたいと思います。お願いします。調子に乗ってドリンクを注文する美穂ちゃん。このまま2人に大差をつけて勝利か。やっと当たりました。いや、そのたまには取りに来てよ。まあ 90% だから大丈夫だと思うんですけど。今26ゲーム目。ちょっと超ドキドキじゃなくてちょっとドキドキ。今30ゲーム。どういうこと。ちょうどき私引きましたよね。幻。あれ。いけ。まさかの3回で終了。美穂ちゃんショックのあまりこの表情。多分私まだ3回しか当ててない。ありがとうございます。ちょっとこれ飲んで当てますね。いや、もう私もそう。やだ。 90% を何回。3回。うわ。みんなに分かる気やめて。もうやだ。とここに来て尻上がりの男デリカツが見せる。終わりました。今日は出るから。いい感じですね。時間的にもラストチャンスです。嬉しく予感がいたします。今度こそ、今度こそ。オラダメだ、オラダメだ。大丈夫です。まだ大丈夫です。次当たります。大丈夫です。さっきやれなかったので今度は花火を打ち上げたいと思います。しかもですね、ちょっともう回したところでもう入っちゃいました。今もう準備万端。デリ先生おめでとうございます。ありがとうございます。当たりですか。はい。赤ならバーでも大丈夫です。バーはいはいはい、 OK です。レギュラーでした。まあここから伸ばしましょう。わかりました。方が人工町流れてるんで継続確定です。じゃないですかね。はい。あ、2つもなし。デカピョ。さあデリカツさん、はい、いかがだったでしょう。予想通りです。予想通り。読めてたってこと。この展開が。どの辺が。私も勝ちましたけど。すいません。助けてケンボーさん。ケンボーさんの力で。あの、はっきりしてもらっていいですか。はい、お姉なの。いや違います違います。男です。男だよ。はい。いやそんな見つめて。さあ美穂さんはどうだったでしょう。まあ、ちょっと3回でですね。謙虚だな。謙虚だな。90% を3回で終わらす。そうパパパってもう終わって、その後また花火を打ちまして、もう1回ボーナスゲットして終了です。すごい。健坊さんは。私もカメラさん来ないからですね。本当。デリカツさん、はい、尻上がりに良かったですね。尻上がりの男なのでですね、はい、良かったです。何？あ、すいません。知り合いの話してる。知り合いの男です。誰と知りの話してる。知り合いの男で。知り合いの男なの。知らないよね。カメラさん知らないっていう。上がりです。
なんかちょっと還元してよ俺にも。いや今日ユニバの台を私たちに指南しながら楽しく遊ぼうっていう企画だったでしょ。自分一人で楽しんじゃいました。結果お姉ちゃん違う化粧はするし。ユニバの台の総評お願いします。はい、ユニバの台は、うん、面白い。ちょっと待ってください。いや別に合ってますよ。合ってますよね。メモはないのか。メモはないのか。メモは今日書いてんだ。いや今日あんまり。これねデリカス君のノートなんですよ。いや寝不足なんで勘が鈍ってこれ負ける理由。すごいな。ユニバの台楽しんで、はい、ぜひ皆さんもうホールで自分で体感してみてください。はい、こんな結果ですいませんでした。福岡以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今回も各県いろんな企画ありましたけど、はい、あのね、うん、めんちゃんの幸せの話あったじゃないですか、うんうん、幸せになりたいと、うん、それ考えましたよ僕とさやちゃんでね、はい、あのねやっぱり、うん、めいちゃんね大分の MC やってるじゃないですか。 そうですね、そこにね、うん、視聴者の皆さんから一緒に番組出たいとか、うん、視聴者参加型の企画、うん、ぜひ俺も、うん、私もみたいな声が多いと、うん、ちょっとそれ嬉しいでしょ。あ嬉しい。それ幸せになれる一つじゃないかと。あ確かに思うんですよ、うん、なんで ね、 いいですね。ぜひ皆さん特に大分の皆さん視聴者参加企画に参加したいという声をね、うん、いただきたい。なんかちょっと、うん、めいちゃんの話大分の話で盛り上がってますけどなんかさやちゃんにゲストで来てほしいとか出た、ね、声も全然受け付けてますんでめいちゃんを幸せにしようっていう話をしてたけど本当だよ。だって自分の方にそうだよ解決したはず。お待ちしてますんで、はい、ぜひ皆さんねいろんな声をポチタン TV の方に送っていただけたらと思います。はい、はい、ということで今週はこの辺で、うん、また来週お会いしましょう。幸せなれんね。な感じだった。さあなれんわ。おやすみなさい。今年こそ勝利のご縁つかみ取る。来週も見てね。幸せってなんだ、ね、幸せってなんだ。痛い。幸せ